見覚えのある顔だ。ああ、忍びの旦那だ。いや、あの世以来ですね。あの世とは何だ。え、旦那、覚えてねえんですか。ああ。へえ、なるほど、覚えてねえと。なあ旦那、あっしはあんたに会ったことがある。その頃は賊をやってやした。それから足を洗って物売りを始めたんでさ。が銭がない、銭がないから品もない。そこで旦那、あっしにちーとばかし銭を用立てていただけやせんか。それを元手に旦那にもきっと役立つ品を仕入れやす。それからおまけにあの世のこと話して差し上げましょう。どうです、悪い話じゃねえでしょう。銭だ。旦那ありがてえ。話してくれ。ああもちろんでさ。あの世、あっしらは平田の屋敷に押し入りやした。平田はご存知の通り芦名の分家、ちんけな野党なんざ普通は返り討ちです。けど先だっての戦の折だ、若い侍はほとんど出払ってたんでさ。そこを狙って押し入りやして、そんで火をつけ奪った。その最中でさ、旦那と会ったのは。旦那は何かを探してた、そんな風に見えやしたね。あっしが知ってるのはそんなもんでさ。そうか。ああ、あの世もちょうどそんな顔してやした。今も何かをお探しで。ねえ旦那、お題さえいただけりゃ他にも知りたいことをお教えできるかもしれやせん。ぜひ情報を買ってください。情報を買おう。お買い上げありがとうございやす。ああ、なんたって旦那は忍びでさ、忍びの道具の情報を教えて差し上げやしょう。頼む。あっし、すげえ勢いで火が出る筒を見かけたことがありやす。平田屋敷の押し入りの時、あっしの仲間がぶんどったもんです。ボーボーってな調子ですげえ勢いで火を吹いてやしたよ。持っている。え、それならば持っている。おお、そいつは残念。忍びねんでこいつをおまけで差し上げやしょう。いただいた銭を元手に品を仕入れてきやす。旦那、楽しみにしていてくだせ。これも平田のものだ。弔ってやらねば。九郎様、エマ殿、平田から逃れてきたもの、他には。もうほとんど残っておりません。そうですか。すまぬ、流飲を狙う者は絶えぬ。平田の者たちを私が巻き込んでしまった。赤鬼め、縛るだけでは不安じゃのう。
戦の前に我らが襲われてはしょうもないわ。いざとなれば火を使うしかあるまい。赤目は火を恐れる、そういうお達しじゃて。お達しね、変わっちまったな、アシナの戦も。
Oh,
見ろ、おし、あのお方がおれば、アシナ。ひとたびは退けたが、ナイフの軍はあまりに強大だ。それゆえ我が血を、竜院の力を利用するというのですか。いかに力を得るとても、痛みも恐れも忘れ、戦い続けるなど、私は、人の生き方を歪めたくはないのです。この屍の山を見ろ。もはや尋常の術では。アシナは守れぬのだ。私は健一郎殿ほど強くはなれません。何をなすべきか未だわからぬのです。あれから随分と経つ。待ったので無駄なことだ。やつら、まくちくなんぞで脅かしよって。将軍正隆なり、大手門この刑部が倒産。
さよ、死者たちのご冥福のため品を売っておる。見たところあんたも随分と殺しておるな。ごくよ。死者があるところ、どこへ行こうと。ネズミがもう一匹。いや、その目、飢えた狼か。切る前に名を聞いてやる。名乗れ！わしに名乗る名などないか。忍びは大概そうじゃ。名乗らず死による。じゃが、その左腕、忍び義手とは懐かしい。なるほど、石腕の狼か。気に入ったぞ。ならば石色、お主をそう呼ぼう。お前は何だ？わしはアシナの天狗よ。おう石色、お主もネズミ狩りをせぬか。何だと？このアシナにはネズミが入り込んでおる。うじゃうじゃと我が物顔でな。ネズミもいろいろじゃが、それを片端から切り捨てるのよ。どうやらお主にも一切りの才がある。その才を磨くのに役立とう。どうじゃセキロ、ネズミ狩りを捨てぬか？承知した。よし、セキロよ。ならばこれをくれてやる。これは。ネズミの顔、それと巣穴じゃ。切ってまいれ。さすれば、お主の戦に役立つものをやろう。切ってまいれ。さすればおぬ